のこぎり山モンセラート。遠くから見るといかめしく丸っこい山で、他のカタルーニャの山々より胸一つ飛び出している。だが近づけば近づくほどそれだけ驚いて頭をひねり、ついには私は狂っている、そしてこんなものは生まれて初めて見たとつぶやき始める。古い経験が保証しているように、遠くからよりも近くからの方がこの世の物事が不思議に見えるものだ。なぜならバルセロナからはコンパクトに塊となって見えるものが、ずっと近くから見ると何本もの列柱で組み立てられている山のように見えるからだ。いや、それは山というよりもむしろ教会の建築のように見える。下の方には赤い岩山の台座があり、その上に塔のような岩の柱が何本も高くそびえている。その上に新しい巨大な列柱を持つ回廊のようなものがある。そしてそれらの上にこのキュクロプス、ギリシア神話の固めの巨人的なコロナード、中楼の3階が1200メートルの高さに突き出している。私は狂ってる。あなた方に言うが、こんなものは生まれて初めて見た。きれいな曲がりくねったハイウェイを登っていけば行くほど、それだけ息を潜める。眼下には切り立つ断崖の裂け目、リョブレガートが、頭上には切り立つ塔、モンセラートが、そしてその両者の間に、本体を離れたバルコニーの上のようなところに、聖なる修道院と聖堂、何百台もの自動車やバスやボギー車のためのガレージ、そしてホスピス、すなわち旅人接待所があり、そこでこの記念碑的な創造しい隠遁所の中で、ベネディクト派の神父たちのところに宿泊できる。この修道院には、おそらく他のどの修道院にもないと思われる図書館があり、木と豚革で製本された何冊もの古い稿本からキュビズムについての書物だけを並べた棚まで揃っている。しかしその他にまだ山の頂上サンジェローニがある。そこへ行くには完全に垂直なイワシの缶詰のようなケーブルカーがあり、それに乗って教会の塔へのロープを頼りにぎっしり詰まって登ることになるだろう。だがその缶詰の中に座り、それが落っこちておさらばとなることに少しも恐怖を感じないような元気で勇敢な顔をする。やがて頂上について降りるとき、まず何を見るべきかわからない。そこで私が整理して差し上げよう。1. 植物を見ること。それらは下からはまるで差し上げられた巨大なその腕の脇毛のように見えるが、近くから見るとこの上なく美しい茂みで、常緑のベルベロ、メギの一種とヒイラギ、ツゲとニシキギ、銀梅花、そして月桂樹と地中海製のヒースからなっている。私は狂っている。こんな自然の公園は生まれて初めて見た。ここの頂上の小石混じりのセメントで固めたように見えるこの硬い凝結した岩山の裂け目の中にあるこんな茂みは。 2. モンセラートの塔と列柱のような岩山をチェコ語で言えば悪しき谷、ズリーウードリーの恐ろしい露出した断崖を見ること。この谷はキリスト様の貼り付けの日に開けたと言われている。この岩山がどんなものに似ているかについてはさまざまな学説がある。一説によればピケットラインに、その他の諸説によればマントを着た修道僧の行列に、または楽器のフルートに、または抜かれた歯の根に。しかし私は自分自身の目でそれを見て、祈りを捧げるかのように合わされ伸ばされた指に似ていると固く信じる。なぜなら
モンセラートの山は千もの指で祈り、人差し指を上げて誓い、巡礼者を祝福し、そして証を与えてくれ、与えているからだ。この山はその目的のために作られ、すべての他の山の上に置かれたのだと私は信じている。さらに私が信じていることは、もはや場違いであろうが、サンジェローニの頂上に座って、その無限的で幻想的な自然の大聖堂の最も高いドームであり、同時に中心になるのはどこだろうかと、そんなことを考えていた。3. それから周辺一帯に緑とバラ色の山並みの見渡す限りの土地に目をやる。カタルーニャ、ナバラ、アラゴン、キラリと光る氷河のあるピレネーの山々、山裾のあちこちの白い小さな町、不思議な丸い山々、それらは層をなして重なり、まるで限りなく大きな櫛で櫛削られた紙のようだ。またはむしろ、その山々の上にはこの国を作り出した指がつけたうねうねとしたその跡がまだ残っているかのようだ。モンセラートの山頂から神の親指がつけた跡が見える。その指はこの暖かく濃い赤紫色に匂う土地を特別な創造者の喜びに駆られて形作ったのである。そのすべてを見、驚異に感嘆した後で巡礼者は我が家への帰途についた。